はいどうも、ネクロフです。さあ、今回も時の別れにやっていきましょう。前回が、何やったっけ？そう、RBA というバグ技使って、まあ、歌をゲットしたり、メダルをね、ゲットしたり、精霊石全部ゲットしたり、バグ技でね、前回の動画、見返してもらったらわかると思うんですけど、で、まあ、光の矢もゲットしたと。ちなみにこれ弓矢持ってないんで、これ、やっても矢がないんで、うん。これね、ブレスオブザワイルドしかやってない人ならわからんと思うけど、ブレスオブザワイルドは炎の矢っていう矢があるんよ、ちゃんとした。けど、今回のというか、時のオカリナは、通常の矢に炎の力を与えて撃つんで、結局矢が必要なんですよね、普通のっていうか、まあ。で、まあ、その矢っていうか、その弓自体持ってないんで、まあ、光の矢ゲットしても、撃つことはできないって感じやね。で、最初の方にチラッと言ったんですけど、バグ技使って、全部のダンジョンを攻略するって言いました。もちろん、全部のダンジョンを攻略します。で、まあ、不正でゲットしてるんで、まあ、このまま、まあ、ガノン城行って、まあ、弓矢取ってね、弓矢取ってガノン城行ったら、もうガノンドル蓋をしてエンディングで生きるんですけど、まあ、せっかくなんで全部のダンジョンを攻略しようというわけで、ダンジョン攻略していきましょう。メダル持ってても別にまだクリアできるんでね。で、今のところクリアしてるのが、ゴロンのルビーの、ドドンゴの洞窟はクリアしたんで、パート1かな。パート1の動画でクリアしたんで、今回は森の神殿行ってみましょう。歌は、光のプレリュード、闇のノクターン、水のセレナーデ。この3つ持ってますね。あ、言うの忘れとった。前回、ちょっと、やらかしまして、自分が。やらかしまして、何があったかっていうと、データ間違って消しちゃいました。ごめんなさい。データ間違って消しちゃったんで、もう一回 RBA して、アイテム作って、同じようなデータ作ったってところからですね。ごめんなさいね。ちょっと遊んでたら普通に間違って消してもうたわ。こんなデータなんやろうと思って消したら、動画用のやつやーんと思って、後で絶望しました。さあ、やってきました、小霧の森。まあ、大人時代になったら魔物が溢れてるんですが、ちなみにこの魔物っていうのはもともと人間です。もともと人間が小霧の森に入ってくると、魔物になるっていう設定があるんでね。こいつらだからもともと人間ですね。で、どこ行こうとしちゃったっけ？森の神殿か。とりあえず迷いの森やな、じゃあ。ここ地味にフックショット引っかかるんで、このまま登っていきましょう。で、本来ならば、この迷いの森にミドっていう、まあ、少年がいまして、まあ、当選簿してるわけですよ。で、まあ、本来ならばサリアの歌聞かして、その場所に乗いてもらうんですけど、まあ、バグ技使ってるんで、サリアの歌っていう歌は持ってません。時の歌とゼルダのコウモリ歌しか持ってません。で、ここにミドがいるんですが、通してくれません。じゃあ、どないする？そういう場合はね、こっからね、フックショット構えて、角度調整して、まあ、角度調整大体でいいけど、バック中、角度がちょっと合ってないな。あ、いけた。まあこんな感じで角度適当に合わせて、まあ、バック中するだけで簡単にすり抜けられるよっていう。であとはこのまま森の聖域に、こちらな。森の聖域に行くんですが、ここでも、新しいバグ技発動させましょう。新しいというか、まあ、そうやな、新しいな。グラウンドジャンプって言われるバグ技で。アタック、バック、注目、アタック。ちょ、ミスったよ。アタック、バック、注目、アタック。で、A を押す。これでグラウンドジャンプっていうバグ技が発動しました。何か。こんな感じに垂直飛びができるっていうね。グラウンドジャンプっていうバグ技発動させてるときに、バック中すると垂直飛びが発動しまして、その垂直飛びをすることによって、危ね、本来ならば行くことができない高いところに行くことができると。で、ここで新たなバグ技、ちょっと HP 減らします。ハート1個分ぐらいにしようかな。まあ本来ならばハート2分の1がいいけど、間違って食らってしまったらもう即死なんで、即死というか死んでまうんで、華麗にかわしていく。よし、ここで1回ダメージ食らおう。ハート2分の1にします。ハート2分の1にして、こっからここの壁に注目して、右に倒して右に向く。で、こっからここのモリブリンちゃうな、こいつ何やったっけ、名前忘れたけど、ここのお尻から爆弾を出して、ちょ待って、このお尻から待って、位置がねもうちょっと右、このお尻から爆弾を出して、バック中、じゃあバック走すると、死ぬのと同時に森のメヌエットのムービーが入ります。で、森のメヌエットのムービー中に死んでることになりますね。
そしたらなんと森のメネーとちゃんとゲットしてるんですね。これがすごくない？すごいでしょ。あのムービーが始まった瞬間にもう歌はゲットしてるんですよ。あのゲームの内部的に話的になるんですけど、まあ、ゲームの内部的にまあムービーが始まった瞬間に歌をゲットしてるんで、まあ死んで、あのムービー始まった瞬間に死んで、ムービーをキャンセルさせることによって、あのちゃんと歌をゲットできるってね。でちゃんと使うこともできます。ほらこんな感じに。いいね。これで森の神殿に行ってみましょう。さあこっからフックショット使って森の神殿に入っていきましょう。大人の一つ目のダンジョンですね。森の神殿。まあ、本来ならばポーっていうのが4匹いまして、まあ、ポーっていう、なんやろ、あれはなんていうかな、モンスター、魔物、うん、幽霊の魔物みたいなポーがいるんですけど、4匹。まあ、こんな感じに、ここに4匹ポーがいまして、炎を4つ取っていくんですよね。で、エレベーターが真ん中にあるんですけど、そのエレベーターが使えなくなります。で、ダンジョンを全部回って、このポーっていうのを4匹倒して、エレベーターを使ってボス部屋に行くっていう、でボス倒してクリアっていうのが大まかな流れだから、これからポー4匹倒さないといけません。本来ならばね、本来ならば。おーおー、俺がそんなことするわけないやろ。おーおーおお、ここはどこかな、ここはどこかな。というわけでボス戦のファントムガノン戦ですね。ファントムガノンって結構かっこいいよな、個人的にかなり好き。まあ本来ならばってか、あれやな、通常プレイはここでガノンかと思うけど実は覆面だったっていうね。かっこいい異次元悪霊お前悪霊な、お前悪霊な、お前悪霊退散しなあかんぞお前。でファントムガノンの倒し方なんですが、まあ A が6個ぐらいありまして、この中のどっかから出てくるんですが、どこや、お前ではないな、こっち。体が白いんですよね、本来でも本物。まあ2体いるんですけど、1体はパチモン、1体はパチモンで、モノホンのやつは体が白いんですよ。こいつ違う、どこや、どこ行った、お前か。ちょ、あ、危ない、危ない、こいつの攻撃力めっちゃ高いからハート3つでやばいよ。で、他にも見分ける方法があって、本物のやつしか音が出ない。あ、こいつ白い、ちょっと体白いやつが本物、お前や、ほら。で、ジャンプ切りで、ここで残像剣っていうバグ技発動させて、はーい、で手前向いて、あー、フックショットでね、うまいこといけるんですよね。難しいですわね、うん、難しい。あー、いた、オッケー。まあ、これ本来さっき失敗したからあれやけど、ちゃんといったら1ターンで倒せるんですけど、ちょっと失敗して2ターンかかっちゃいましたけど、まあこんな感じです。森の神殿クリア。ちょっとチキってハートのかけらじゃなくてハートの座取ろうかな。そんな別にいいか、別に使ってもハートの座取っても。一応ムービー、この後のムービースキップする難しい技もあるんですよね。まあ、時のオカリナの RTA、オールダンジョンとか MST とかの RTA 見てる人ならわかると思うけど、なんかめっちゃキモい動きして、ムービースキップするっていう技あるんですけど、自分ちょっと RTA やったことなくて、まだその技練習してないんで、今回も普通にムービー見よう。てか、まあ、編集でカットするけど。さあ、くっそ長いムービー終わりました。まあ、次はデクの木に入るんですが、まあ、見ての通りデクの木っていうのは、大人時代ではなぜか口が閉じてて入れないんですよね。子供時代しか入れない子供限定のダンジョンになってるんですが、お前な、このゲーム何か忘れたか何か忘れたかってか、もう日本語おかしいな。このゲームは何をと思ってんねん。このゲームは時をかやぞ。そんな入れるに決まっとるやろ。というわけでホバーブーツ履いて、こっからプーって行くだけでなんとここに登れます。で、いつものブーツに履き替えて、1を調整して、この辺かな？ 1 を調整して、フックショットで角度を調整して、で、爆弾を置いて、向こう向く。で、爆弾爆発、スルー、待ってな、早すぎる。爆発して、飛び出た1フレーム目でホバーブーツ履き替える、ミスっていく。
で、まあ、いつも通り爆弾を置いて、爆発して、リンクがダメージ食らう。待ってな。ポーズバッハが難しいな。ダメージ、またかい。まだダメージ食らうか。待ってな。ダメージ食らう。で、次のフレームで、リンクが飛び降りるんですよね。難しい、ポーズバッハが。飛び降りたこのフレームで、ホバーブーツに履き替えると、ロングジャンプって言われる、めっちゃ遠くにジャンプするバグ技が発動します。で、ポーズバッファ刻んでいく。まだまだ刻むよ。リンクの頭があそこの、わかる？あそこの線ある。リンクの頭があそこの線に重なってるでしょ。このフレームでスティック上に倒しながら B ボタン。これで上に登れます。上に登って、このまま、こっちに行きましょい。で、まあ、この、本来ならばここ登れないんですが、ここからフォアブーツで移動すると、まあ、デクの木がバグってるんですよね。ほら見て。なんだこれはと。なんだこれはと。これデクの木です。ロードされてません。ロードするところをスキップしました。ロードされてません。バグってます。思いっきりバグってます。このまま後ろ歩きするだけで、デクの木の中に大人時代で入れると。というわけでデクの木様大人で攻略していきます。お前な、この俺がちゃんと攻略すると思うか？見とけよ。で、まあ、普通に攻略したいところなんですが、ちょっとデクの実が必要なんで、こいつからデクの実回収。ゴーマ戦？ゴーマ戦の時に、ゴーマはデクの実かデクのパチンコ？どっちか必要なんで、で、パチンコは大人じゃ装備できない。まあ、装備できるバグ技もあるけど、大人で子供のアイテム使うとバグ技もあるけど、うん、パチンコ取りに行く時間もかかるし、別にデクの実でいいよねっていう話。で、こっからちょっとね、難しいんでカット入ると思うんですけど、一応念のためセーブしといて、この、まあ、白いところ、わかるかな？この画面の真ん中に白いのあるでしょ。この白いところ目安にして、横飛び2回、サイドロール横飛び2回。失敗やな。1がね、これでうまいこといくんですけど、この最初の1が結構肝心で、横飛び2回。OK。で、バック中2回、じゃあバック中じゃあ縦突き2回、で、爆弾置いてバック中、1,2,3,4 バック中ミスっていく。1,2,3,4 で、メガフリップってバグ技発動させる。ホバーブーツ、ちょ待って、ホバーブーツ吐く。で、ミスっていく。1,2,3,4で、バック中で、そのメガフリップ発動させて、メガフリップの間にホバーブーツ履き替える。壁貫通する。来た。で、最後ギリギリで、バック中する。で、ホバーブーツから普通のブーツに履き替える。スティックした。で、壁貫通する。で、ボス部屋到着。最後、爆弾最後ラスト1個で成功した。アップね。この技が結構難しくてね、難しいんですよね。というわけで、ボス戦のゴーマ。まあ、大人じゃない。子供での初めてのダンジョンなんで。なんでっていうか、初めてですね。悪。みんなが思った。悪。というわけで、ゴーマ。強そう。広角寄生獣、ゴーマ。強そう。めっちゃ強そう。さよなら。ゴーマさんはね、トキオカにも出てるし、風拓にも出てるし、トワプリにも出てるっていうね。結構、出演やな。さすがに日本語勉強した方がいいな。というわけで、ハートのツアー。で、このままムービー見よう。これは本来ならば子供で見るムービーなんで、ちょっと面白いことが起こります。あれ？デクドキ様なんか死んでるけど、あれ死んでるけど、あれなんか喋ってるな。あれというわけで、大人時代になってるっていうことは、もうすでにデクドキ様攻略してるっていう前提なんで、大人時代のグラフィックだと、もうデクドキは死んでるんですよ。なのに、まだムービーは見てないんで、こっから新しくムービー見るってなって、なんかデクドキ様死んでんのに話すなっていう。おー。というわけで、コキリの翡翠ゲットです。あれ？どこやろ？コキリの翡翠どこかな？なんか、リンク君の体勢が辛そうですけど。あれ？コキリの翡翠とは一体どこに？
おー、というわけで、まあ大人では精霊石見ることができません。残念ながら正直者にしか見えないとかいうやつかな。というわけでいつの間にかあの顔色元に戻ってますね。さらばじゃ。二度目の死で、これからどうするか考えましょう。今のところクリアしたんが、炎の全然違う森の神殿と、デクの貴様の中と、ドドンゴの洞窟、この3つクリアしました。で残ってんのが、ジャブジャブと炎水魂闇の神殿、これを全部クリアして、ガノンドロフ蓋してこの時岡の動画は終了しようと思ってるんで、次どこ行こうか考えた結果、まあロングフック欲しいから水の神殿行きたいけど、水の神殿攻略するのにボム宙が必要なんですよね。攻略するのにとか、バグ技を使って攻略するのに、ボム宙が必要なんで、ボム宙取りに行きましょう。まあ、井戸の下行ってもいいけど、お金は、あるしさ、せっかくやから、子供に戻って、オカリナもらって、するか。OK、じゃあ城下町行って、ボム宙屋行ってボム宙買おう。さあ、いざ大人になろうと思うと、あれ？あれれ？これ、どうすんのってなるでしょ？あれ、これ前説明したっけ？説明してないよな、多分。多分説明してないんで、もう一回説明しようかな。で、地味にさっき言ってた、精霊石が見えないっていう現象なんですが、それはここですね。大人時代だと、もうすでにここに3つあるんで、ここにもあるから、デクの木からもらうって言っても、いや、ここにあるし、みたいな。ここにあるし、みたいななって、多分表示されないんじゃないかなって思いますね。で、大人時代でのここの抜け方なんですが、めっちゃ難しいです。子供時代のあのやり方では、無理なんで、まあ、詳しくは動画出してるんで、概要欄見てください。概要欄に多分リンク貼ってるから、大人時代でのやり方の動画。縦付きする、後ろに下がる、フレームで、ホバーブーツ履く、で、Z、1フレーム入れる、で横飛び1フレームする、待てな。あー、失敗。っていう感じで、時の扉を抜けることができるんですが、まあ、かなり難しいと。ああ、難しい。というわけで、なんか、光のプレリュードのムービー入りますが、気にしない、気にしない。というわけで、子供に戻りました。今、声裏返ったな。まあ、いいや。どないしようかな。ボム宙買いに行ってもいいけど、城下町に。で、あれ、夜じゃないとあかんし、太陽の歌も欲しいな、じゃあ。で、精霊石3つはバグ技でゲットしてるから、時のオカリナゲットするフラグも立ってるし、とりあえず自分の家に戻って、ちょっと面白いムービー見よう。なんか久しぶりの子供やな。やっぱ子供時代って楽しいよな。大人時代もフックショットとかでなんていうの？ある程度もう固定されてるけど、子供時代はやっぱ楽しいわ。で、デクの盾持ってないんで、デクの盾は必須。残像剣使うにしろね。残像剣使うにしろ。RBA するにしろ。盾は絶対必須なんで、買っておきましょう。で、まあ、さっき言ったちょっと面白いムービーっていうのがありまして。実はこのデータで、ちゃんとしたルートでデクの貴様に会いに行ったことがないんですよね。で、だから、今ナビ来てないけど、ナビが来たら、デクの貴様が呼んでるのよって言ってくるんですけど、けど、さっき思い出して、デクの貴様死んだやろ。うん。デクの貴様、死んでるでしょ？で、その状態で、初めて行くと、まあ、ムービー入るんですが、死んでるよね。うん。死んでますよね、デクの貴様。デクの貴様、死んでるはずやけど、デクの貴様、ただいま戻りました。あれ？ちょっと死んでる気がするけど。うん？お前また死んでんのに喋んのかよ。お前死んでるのに喋るの好きやな。お前何回聞かんの。お前ドラゴンボールの悟空かよ。お前おおっていうわけで、まあ最初のセリフ喋りますけど、はい、
神殿のね、口が開くっていうね。いや、生きてんのかな？リクの貴様ってどうやったら死ぬんやろうな。まあ、というわけでね、まあなんか、おー。というわけで、まあなんか、デクの貴様死んでるけど何回も喋るっていうね。2回死んでんのに喋るっていうお前、何回生き返んねんってツッコミは置いといて、今回はこの辺にしようかな。次回はっていうか、子供時代で結構やることがありまして、まずエポナの歌が欲しい。なんでエポナの歌が欲しいかは、まあ、後々言います。エポナの歌が欲しいのと、あと何が欲しいかな。そう、RBA で、整列機3つゲットしてるんで、不正でね。で、これで時のオカリナゲットするフラグ立ってるんで、時のオカリナもゲットしたい。んーで、ボム宙買いたい。なんでボム宙必要かっていうのはもう、わかるやろ？お前、バグ技でお前ボム宙使わんわけがないやろ。というわけで、次回は、エポナの歌、ボム宙、時のオカリナ、この3つゲットしたいと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。